ない。はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、ナイン、ハルカルートパート29、続きを一緒に見ましょうか。やっていきたいと思います。ロード完了しましたわ。ゴーストの言った通り、ハルカは夕方頃に帰ってきた。のはいいんだが、ただいまです。疲労困憊だった。着替えを持ってくるとは言っていたが、それにしてもどうしたんすか、この荷物。ちょっとしたいことがあって。一緒にゲームしたいんだと。ゲーム？テレビ、はあ、ないみたいだったので、モニターを持ってきました。モニター？え？モニター？古いので、はあ、発色良くないんですけど。いやいや、え？呼んでくれれば。それは申し訳ないので。俺が持つっつってもこう言って渡さねえんだよ。そのせいで死にかけてやがる。思ったより重かったです。俺運びますんで休んでてください。すみません。まだなんかあるか？いや、ありがとう。じゃあな。ゴーストを引っ込め、ハルカの荷物をリビングへと運ぶ。モニターと据え置きのゲーム機が入っているんだろうか。さすがに重い。とりあえずここに置いときます。すみません、ありがとうございます。先に着替えても。はい、どうぞ。しゃがんでカバンを開けようとしたものの、すぐに立ち上がる。俺がいても気にせず、はるかは服を脱ぎ始めた。できる限り見ないようにしつつも、やっぱりチラチラと見てしまう。はるかは特に恥ずかしがることもなく、下着も脱いでしまって、素肌の上に俺のワイシャツを羽織る。順応が早いというか、いや、割と最初から裸を見せることに抵抗なさそうではあったな。俺だからこそと思えば嬉しくもなるが、恥ずかしがってくれないのも、それはそれで寂しいものである。ボタンを止めようとしていた手を止め、はるかが俺を見る。あの。はいはい。前開けるのと閉じるの、どっちが好きですか？質問された瞬間、真顔になった。真剣に考え込んでしまった。閉じているのも、それはそれでいいのだが。開けてる方で！ですよね。わかりました。じゃあ、このままで。はるかが力強くうなずく。なんてアホなやりとりだろうと、一瞬脳裏にあぎったが、無視した。俺たちはこれでいい。欲望に素直になろう。あのモニター、テーブルの上に置いてもいいですか？大丈夫ですよ。片付けます。すみません。お願いします。はるかが荷物からモニターを出している間に、テーブルの上にあったもろもろを床の上に移動させる。羽織っているだけだから動くたびに見えてるな。何がとは言わないけど、見えてる。いいね。よいしょ。電源ケーブル。俺やりますよ。ありがとうございます。あとは。電源を差し込んで、その他諸々のケーブルもつなげて、ゲーム機もモニターのそばに設置完了。はるかがウキウキした様子でゲーム機を起動する。いつも私の要望ばかりで申し訳ないのですが、恋人と一緒にゲームしたいなってずっと思っていて、協力プレイできたらなって思って。やったことあるかもですが、面白いゲームをいくつか。珍しく大きな声、目を見開きわなわなと震えている。もしかしてカセットとかなんか忘れたとかですかね。どうしました？かけるさん。はい。一個しかない。コントローラーがってことですね。コントローラー一個しかないです。まあ普段ね、一人でやりますもんね、多分ね。すみません、忘れちゃいました。協力プレイできない。コントローラーを持ったままうなだれる。相当楽しみにしていたんだろうな。死にそうな顔して。買いに行きます？ダメです。コントローラーめちゃくちゃ高いんです。そうなんですか？6000円くらいします。高っ。
この部屋にはないですよね。ないっすね。俺据え置きのやらないからな。すみません、私は何のためにこんな重いものを。じゃあ俺見てますよ、はるかがゲームしてるところ。え、でもせっかく持ってきたんだし遊ばないと。俺見てるの好きなんですよ。結構実況プレイとかもよく見てますし。実況プレイ、じゃあじゃあ。パッとはるかの顔が明るくなる。ホラーとか嫌いですか？ああ、よく見ます。自分ではできないけど、他人がやってるのを見るのは楽しい的な。じゃあ、買ったけどまだ遊んでないゲームがあって。あった、これです。2年くらい前のゲームなので知ってるかもですが。ああ、タイトルは知ってます。でも内容は全然っすね。よかった。じゃあ、これやりましょう。雰囲気出してもいいですか？雰囲気？真っ暗にしたいです。いいっすね。カーテン閉めます。お願いします。カーテンを閉め、多少は外の光が漏れているものの、雰囲気はバッチリ。コントローラーを握り、そわそわしているはるかの隣に座り、モニターを眺める。やっぱり発色悪いですね。全然気にならないですよ。いつもノート PC で動画見てるんで、やっぱでかいといいですね。たあいもない話をしつつ、ゲーム開始。導入はありきたりといえばありきたりで、刑事2人が謎の事件の調査のために古びた洋館へ向かうというもの。刑事たちが洋館へ踏み込むと、うわ、早速死体だらけ。結構グロいっすね。ですね。何かアイテム。俺が反応した死体にはさして興味を示さず、はるかは周囲を探索し始める。多分ヌルゲーマーの俺とは違ってはるかはガチゲーマーだ。しかもホラー耐性意外と高いな、と開始早々に悟った俺だった。まだチュートリアルだからアイテムとかなさそうですね。サクッと探索を切り上げ、イベントを進めていく。すぐに急展開。突然現れた謎の男に主人公が捕らえられ、どこかの廃墟だろうか、場面が移り変わる。そこでは不気味で屈強な男が人間を解体していた。男が立ち去った後、死体に刺さっていたナイフを利用して拘束を解き、廃墟からの脱出を図る。どう考えてもあの男に見つからないようにこそこそと逃げる場面なんだろうが、何を思ったのか、はるかは。よーし。え？ちょ、え？ナイフ片手に男の背後から近づき。死ね！男に見つかった瞬間、ナタでめった切りにされて死んだ。うん、もしかしたら倒せるかなって思ったんですが、やっぱりダメでしたね。血みどろのゲームオーバー画面を見ながらはるかは笑う。死ねって言ってたね。ホラーゲーなのに逃げることじゃなくて真っ先に敵を殺そうとするとは。ゲームだと攻撃的になるんだな、はるかって。よーし、気を取り直して。その後も逃げなければいけない場面で、はるかは拾った瓶で敵の注意を引くのではなく、直接的に投げつけてみた。今だ。隠れ続けなければいけないのに、敵が背後を向けた瞬間にナイフで襲いかかったり、そのために返り討ちに遭い、今度はチェーンソーでめった切りにされました。はるかは笑う。殺意だけ、敵への殺意がとにかくだけ。というか殺され方のバリエーション楽しんでない？網羅しようとしてない？あれ、ホラーゲームってあれ、こういう風に遊ぶゲームでしたっけ？やっと銃が手に入りましたね。はるかの声はそれはもう本当に楽しそう、嬉しそうで、その隣で俺は過去手に入れてしまったかなんて思っていた。予想通りここからゲーム性が完全に変わってしまった。弾薬少ないから節約しないと、と言いつつ撃つ。とにかく撃つ。
敵を見つけたらまず撃つ。しかも正確に頭部を狙う。もしかして FPS とか得意です？対戦はあまり得意じゃないのでほとんどやらないんですけど、キャンペーンモード、一人で遊べるモードがあるゲームはよくやります。あ、やっぱり上手いですもんね、操作。そうですか。自分としてはそんなになんですが。と言いながらヘッドショットをかましていた。コントローラー一つでよかったかもな。多分協力プレイとかしてたら俺足引っ張りまくってるわ。対戦だったら一方的にボコボコにされてるわ。あ、たまだ。ニコニコと落ちていた、弾薬を拾う。そして1ミリも怖がることなく敵に鉛玉をぶち込んでいく。ショットガンとかはあるのかな。やっぱりハンドガンだけだと物足りないですね。そうっすね。あれ、あ、ボウガンだ。こんなのあるんですね。使ってみよう。新しい武器を手に入れ子供のように発射。そして試し撃ちと近くにいた敵にぶっ放す。威力はハンドガンよりマシ程度ですね。ですね。でも楽しい。あ、まだ生きてる。殺さなきゃ。這いつくばった敵の頭部にボウガンの矢が撃ち込まれる。ホラーのゲームよりも遥かの新たな一面にビビってしまう俺であった。しかしすげえなと思いつつも物足りないなとも感じていて、やっぱり俺としては怖がってほしいというか、可愛い反応が見たいというか、キャーって悲鳴を上げて俺にしがみついたりしてほしかったわけなんですよ。まあね、王道的展開ですよね。ないな、絶対そんな展開。あ、すごい、ボウガンの矢変えると、あ、すごい爆発、楽しい。もうホラーとして遊んでないもんな。殺戮を楽しんでるもんな。ならば俺が作るか、はるかがキャーってなるシチュエーションを。いいですね。設置しておくと勝手に敵が。でも貴重だったりするのかな。あんまり撃ちすぎないように。脇腹をツンと突くと、はるかが小さく悲鳴を上げた。どうしました？いえ、何でも。またつついておまけに背中をさわさわ。肩をすくめ、もじもじ、ゲームの操作もおろそかに。吐息もなんだか色っぽく。違うな、これ。俺こんなことがしたかったんだっけ。でもなんか楽しいので続けようと思います。すみません、さすがにしつこいですね。いえ、全然いいというか、むしろ続けてほしいんですけど。先に謝ります。すみません。なんで謝るんです？今必死に抑えていますが、いつ爆発してしまうか。やっぱゲーム邪魔されて怒ってます？いえ、怒ってないです。むしろ嬉しいです、触ってもらえて。だから嬉しくてですね、ムラムラ来てるので。あ、なるほど。はい、性欲が抑えきれなくなりそうなので、また妄想があれして、能力があれしたらすみません。能力が、あの時みたいになったらすみません。あの時はまだ付き合ってなかったですけど、今はそのね、付き合ってるわけなんで、能力がなくても俺からあれしちゃうかもですけど。あれどうしました？すみません、もう無理です。お、え、失礼します。あ、そっちから来る。うわっ、
はるかがコントローラーを投げ捨て俺を押し倒す。その後はまあなんだ、ゲームどころじゃないよねって話で楽しみましたよ2人で。そういうことなんだ。まあね、そういうことですね。まあね、これを見たかったらまあね、18禁の方の、ゲームをというところで、ゲームしたりイチャイチャしたり眠ったりダラダラと過ごしていたせいで深夜になっても目が冴えてしまって小腹も空いたし出かけることに。駅前まで足を伸ばし、この時間までやっているスーパーで適当に買い込んで、せっかくだしまっすぐ帰らず散歩がてらブラブラと。こんな時間に出歩くことあまりないのでちょっとドキドキします。日中は騒がしいですけど、やっぱこのくらいの時間だと静かでいいですね。よく出歩いたりするんですか、深夜に。たまにですかね。連休とかで夜更かしした時とか。あ、敬語向けねえな。無理しなくても大丈夫です。私も敬語やめろって言われてもなかなかできないと思いますし。さすがに家族には敬語使わないですよね。そうですね、普通です。少しずつ慣れていきたいですね。そうですね、はい。特に目的もなく歩き、気づけば公園まで来ていた。ある意味二人の思い出の場所でもあるから、自然と足が向いたのかもしれない。さすがにこんな時間だと人気は全くない。ロマンチックっていうよりはちょっと不気味っすね。ですね、お化けでそう。ゆっくりしてこうと思ったんだけど、スタスタと帰り。とっさに遥かを突き飛ばす。眼前を何者かの影がよぎった。河本？どうして。河本はすぐさま体勢を立て直し、規制を上げながら遥かへ飛びかかる。混乱している場合じゃない。このとっさに蹴り飛ばし、転がった河本の上に馬乗りになって地面に押さえ込む。体中にスティグマ。こいつてめえもユーザーだったのか。かけるさん大丈夫。暴れる河本を必死に押さえつける。会話が成立しない。全身のスティグマ。こいつ暴走してやがる。なら悪く思うなよ。炎が河本を焼く。話が通じねえなら問答は無用だろう。このまま気絶してもらう。くそ、マジかよ。身体能力をブーストする力が何かか。とんでもない力だ。押さえつけておけない。河本は暴れ続ける。拘束を解こうとしているわけじゃないと気づいた。はるかだ。俺なんか眼中にない。こいつ暴走して自我を失ってもなおはるかに執着している。はるか、こいつなんとかするから逃げろ。でも遥かに向かって吠え、少しでも距離を詰めようと地面に爪を立て引っかく。何なんだよこのバカ力は。もう抑えておけない。くそ、仕方ない。河本、俺の目を見ろ。河本の髪の毛をつかみ無理やり視線を合わせる。河本の動きが止まる。魔眼が獲物を捕らえた。目論見通り動きを封じることができた。だがこのまま魔眼を使い続ければ河本はどんどん石化していく。そして死ぬ。どうする。魔眼を解けばまた暴れ出す。遥かの力でこいつを鎮静化できないか。かけるさん。遥かの体にスティグマが浮かんでいる。ダメだ、もう使っている。俺たちに都合のいい結果を現時点で実現できていない。いや、遥かの力が導いた最善がこれだとしたら。河本の体の末端が石と化している。石化が進行していく。このままじゃやるしかないのか。いや、それはダメだろ。でもこいつは遥かをいじめていたやつで、振られた腹いせに襲いかかってくるようなやつで、
ここで止めなければ、止めないといけない。それなら。殺すか。いや、ダメでしょう。よく聞き知った声。俺と甲本を一本の槍が貫いた。揺らぐ意識、魔眼が解除され。どきなよ、僕がやる。よいち。かけるさん。はるかに強く引っ張られ、甲本から引き剥がされる。俺がいた場所に槍が降り注ぎ、その全てが甲本に突き刺さった。終わり？あっけな。ピクリとも動かなくなった甲本を与一がつま先で突く。なんで与一が。名前呼んでたけど、こいつ知り合い？いや、知り合いってわけじゃ。あ、そう。ならいっか。こうなったらもう死人同然だし、知り合いだったら悪いなって。死に？殺したのか。結果的にそうなっただけだよ。こいつ暴走してたでしょ。ほっといても自滅してる。さあ、てっと。しゃがみ、甲本の体をまっすぐり始める。そうか、与一が現れたのは。アーティファクトを探してるのか。うん。まだ、ユーザー狩りをしてるんだな。あれ？ないな。与一！待ってよ。もう無差別にはやってない。は？だから、無差別にはもう殺さない。こいつみたいに暴走してたり、悪さしてるやつだけ。あ、信じてない？まあいいけどさ、僕なりにカケルが怒らないラインを考えた結果なんだけど。殺しは絶対ダメって感じ？でもしょうがないでしょ。こういうやつ相手だと。殺す気でやらないと。でしょ？同意を求められ、俺は何も言えなかった。確かに俺は殺そうとした。甲本を、俺は。そっちの邪魔をする気はないし、悪さをする気もない。お互い干渉しないって方向で話をまとめたいんだけど。どう？私も、それで納得してもらえるとありがたいわね。空間を割ってソフィーが現れる。そういうことか。与一と組んだのか。暴走したユーザーはあなたたちの手に余る。人を殺める覚悟がないあなたたちには。そう、だから僕みたいなやつも必要ってわけ。あと、お互いに監視する存在がいないとね。監視？まさか自分はこうならないと思ってる？牛田甲本を見下ろす。ふっと笑い、顔を上げ、かける。冷たい目で俺を射抜く。今回は止めてあげたけど、次はないよ。力を持つと使いたくなるよね。わかるよ、かけるの気持ちが。僕にはよくわかる。いつかけるがこっち側に来るか楽しみにしておくよ。その時は気兼ねなく殺すから。二人は帰りなさい。あとは私たちが処理するから。行こう、はるか。はい。立ち上がり、はるかの手を取って立ち去る。いつ俺があちら側に。おい。なーに？どっちだ？私よ、私。やっぱりか。無差別には殺さない。よく平然と嘘をつけるわね。感心しちゃう。そっちこそよく僕の前に出てこられるね。殺そうとしたくせに。手加減してあげたじゃない。今だって助けてあげたし。誰も頼んじゃいない。こいつのアーティファクトも渡す気ないからな。その子持ってないわよ、アーティファクト。は？
実験の産物。スペアボディが欲しいんだけど、これは失敗ね。まだ諦めてなかったのか。もちろん、あなたの体をね。実験にしてもこんな雑魚の体を使うなんてね、ずいぶん余裕がなさそうだね。違うわよ、この子カケルたちと関わりがあるみたいだったから。嫌がらせか。性格悪。性格悪い者同士、これからも仲良くしましょう。はあ、私がいないとアーティファクトを探すのも一苦労でしょ。うっざ、邪魔だけはしないでよ。もちろん、いいコンビになれるわ私たち。はい、というところで今回はね以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。